刺激部分自然の刺激に、石で蓋をした物石組暗闇部分内部に、階段状の強さが見えるが、かがんでも入れないほど狭いトンカラリンは、熊本県名古見町にある水道が対抗である。江田船山古墳がある、清原大地に位置し、全長は464.6メートル、自然の刺激や人工の石組暗闇で構成されている。トンカラリンの名称は、 穴に石を投げ込むと、トンカラリンという音が聞こえることからつけられたという説と、朝鮮語由来という説がある。また、考古学者の吉村作次により、エジプトのピラミッドとの共通点もいくつか指摘されている。石積みが布石積みという日本では珍しい広報であり、これはエジプトのピラミッドと同じものである。トンカラリンに関しては民間伝承もなく、 排水路説、古代人の信仰遺跡説、道教由来説、古代朝鮮由来説などの諸説があるが、いまだに、定説はない。熊本県教育委員会は1974年に、現地調査を行い、1978年3月に、近世の排水路との調査報告書を、一旦は発表したが、用水路説と信仰遺跡説も検討すべきと、将来の検討に委ねている。 2001年に同教委と当時の菊水町教育委員会が再調査し、排水路にしては不都合な点が多すぎるとして、現在は再び謎の遺跡とされている。ただし、近世以降の遺構であることは確かであり、謎の遺跡だからといって一部のものが主張するように、古代遺跡だというわけではない。この調査では、第二のトンカラリンが2001年に発見され、さらに第三。 第4のトンカラリンが埋蔵されている、可能性も指摘されている。1975年5月にトンカラリンを訪れた作家の松本清張は、儀式和人伝の一説からトンカラリンが、山大国の卑弥呼の軌道であるとの説を唱え、同説の発表によりトンカラリンの存在が広く、知られるきっかけとなった。2001年10月29日に、菊水町における、 熊本県県民文化祭において、トンカラリンシンポジウムが開かれ、当時までの研究が総括された。井上達夫筑波大学名誉教授、小賀山博熊本県文化財保護審議会員、飯田誠也、大田幸宏、井上聡志へ、井出宮徳直,直が出席した。井上達夫は穴に潜って出ることは、俗からせい 死から生への転換で、トンカラリンはこの秘々と結びついているだろうと述べた。子が、飯田は、自列は地震でなく、雨でも起こることを述べ、排水路説を否定、大田も自列を重要し、出土遺物を検討し、その使用は、江戸時代の初期を加減とすると述べた。上限は中世とした。東広島のトンカラリン広島県東広島市、秋津町、三津新蔵にも、 同名の水道が太鼓が存在するが、これは熊本のトンカラリンにちなんで名付けられたものである。ありがとうございます。